やっほー、挨拶に来たよ。明けましておめでとう、あっくん。そうそう、こっちまで来るいい機会かなって。冬休みに一度も会わないってのも寂しいでしょ。寂しいでしょ。店長さんもいる。挨拶していきたいな。あらまあ、さやちゃんにひかりちゃん、二人とも来てくれたのね。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よかったら上がっていってよ。空見くん、お部屋でいい？新年初の秋戸部屋だね。お手柔らかによろしく。はあ、やっぱりここが落ち着くわ。もう光、自分の家みたいにくつろいじゃって。欲しい欲しい、さやの分もね。あ、の甘くて美味しい。そうだね、光なんか凝ってるよね。うん、チャレンジ精神ってやつ。どれだけ長くできるか挑戦してんの。うんうん、女子力を感じる。女子力ってそういうもの。アキト、ちょっといい？あんたの部屋に私のゲーム機。あ、先生、明けましておめでとうございます。おめでとう。って、なんであんたらがいるのよ。新年の挨拶、ついでにいつもの部屋でくつろいでました。あー、そう、ゆっくりしてってね。あー、こっちに置いてってない？ああ、そう。どこ置いたっけな。平気平気、タケなら許してくれるでしょう。まあ、いいわ。他のところも探してみる。それじゃね。わかってるわよ、もう。あんたの母さんみたいに。光、どうしたの？いや、あれね、改めて見ると本当に変わっちゃったなって。私が海外行って戻ってきたら治ってたりしないかなって思ってたけど、世の中甘くないか。ああ、仕方ないよ。先生もいろいろあるんだから。アキトがここに住んでもう結構経つでしょ。強制させられたりしないの？下にタケ君たちが来てるんだけど、上がってもらう？ちょっとそこじゃ狭いわよね。コロナ、明けましておめでとう。あれ、ヒカリンも来てたんだ。元旦からチョップさせんな。じゃあしなければいいのに。あれ、天の川先輩もいる。なんで？新年の挨拶にね。コロナちゃんも明けましておめでとう。おめでとうございます。よっ、明けおめ。ああ、まあな。別に来なくてよかったのに。付き添いなんて年じゃないよ。ちげえよ、俺はナルエちゃんとここで待ち合わせしてんだよ。あら、待ち合わせなら、ここの席使っていいから。他に何かいる？
とうございます。ならコーヒーとか買おうかな。そんな、いいわよ、それくらいごちそうしちゃう。いいや、お客ですからちゃんと売り上げに貢献しなきゃ。あらまあ、すまないね。みんな、後でお土産でもあげるから帰るときは上に寄って行ってちょうだい。はい、ありがとうございます。しかし奇遇だね。子供の頃を思い出すメンバーだよ。そうだね、なんだか懐かしいな。用事でもあんの？ないけど、どうせならみはるちゃんもいた方がいいかなって。それならメンバー完璧でしょ。あまりちょっかい出さない方がいいような。よし、呼んでくる。おばちゃん、ちょっと上にお邪魔します。ああ、まあ仕方ねえだろう。もう半分諦めてるわ。甘やかすのも良くないと思うけどな。もっとこうビシッと熱血指導とかさ。僕にはそういうのがよほどなんだろうね。アキトは何か考えてるの？先生が仕事辞めてからもうだいぶ経つもんね。はいはい、みはるちゃん登場。わかったから引っ張らないで。もう、なんなのよあんたたちは。ベッドの隙間に落ちてたわ。先生、そろそろそれ。いや、今の時代はいいわね。体験版とか無料ゲームとかで結構長く遊べるわ。もう完全に仮パクの流れっすか。そんなつもりないわよ。遊び終わったらちゃんと返すから。で、挨拶でもすればいいの？はい、あけましておめでとう。お年玉は？ふざけたこと言わないの。あるわけないでしょ、そんなもの。え、マジ切れ。ごめんなさい。あんたもさりげなくひどいこと言わないように。いや、別に話すことはないし。あら、そう？じゃあとりあえずビール。臭いな。じゃあなんか甘い炭酸で。あっ、先生の扱いがちょっと上手くなってる。さや、なんかいけないです。わざわざごめんね。みはるの小遣いから天引きしとくわ。サンキュー。やっぱり持つべきものはいい教え子ね。はあ、おいしい。労働の後は甘いものに限る。はるちゃん、仕事してたの？してたわよ。面倒だったけど仕方なく。30分くらい町の外で魔物と戦ってたわ。労働？先生は初詣とか行かないんですか？行くわけないでしょ。どうして休日なのに出かけなきゃいけないのよ。休日だから出かけようとか、そういう発想は出てこないんだ。今の先生にそれ言ったら毎日外出になるんじゃね。まったく、あんたたちは。
年上を敬う心が足りないわ。んなこと言うなら先にそれ返してくださいよ。まだ終わってないからやだ。というわけで、私は労働の続きをするから、あんたらはあんたらで楽しくおしゃべりでもしてなさい。せっかく懐かしいみんなでいろいろ話そうって思ったのに。そんなの私がいなくてもできるでしょう。いい加減先生離れしなさい。やっぱりそっとしておいてあげよう。今年こそは美晴ちゃんの社会復帰を。先生辞めてからはずっとニートなんだっけ。こりゃ確かに手強そうだね。俺はゲーム機さえ返してもらえればいいんだけどな。